それでは金沢大学の宮島の方から海岸部の被害状況についてご報告をしたいと思います。で、数年前のインド洋大津波の際に私の次に発表されます高佐先生とともにインドネシアの北西部の海岸沿いを調査をしました。でそこでは橋梁が流出し、道路文字は流出しと甚大な被害が生じておりまして、それから数回にわたり高佐先生を中心にその被害要因の検討について行ってまいっておりました。そういうこともあって今回大津波に東北地方が襲われたということで、一刻も早く現地を見たいと、復旧活動が始まる前に修理されない前の姿を調査したいということで、1回目は3月16日から21日まで、まだガソリンがない時期でしたので、金沢から新潟経由 で山形県にありまして、そこからは公共交通機関で海岸線の方を調査をしてまいりました。で、ついに3月31日から4月5日まではずっと自家用車で、残ったところを調査をしてまいりました。で、そのあたりのことを報告したいと思います。で、まず漂流物が多いということで、こういう大きな船が漂流するばかりでなく、これらが住宅を押し潰すと、こういうような被害が、これは土石コンクリート構造物を損傷している。で、橋梁の上に乗っかっている。こういうような被害があちこちでありました。で、そのインド洋大津波の時も同様でありまして、こんな大きな船が住宅地の方に流れてきまして、家を押し潰している。発電線といわれる大きな船が住宅地の中、数キロ漂流しまして、家を突入したと。こういうことがありました。そういう点で、共通点も多いなということでございます。で、また自動車、先ほどもありましたけれども、自動車が軽々と浮き上がりまして、こういうふうに集まって引っかかっているという状況でありますが、津波の速さが速いと、こういうふうに原型を留めないまでになっているということで、津波の速さを想像するのに、こういう形状が一つの指標になるのではないかというふうに思います。さらに先ほどありましたボートが建物を壊し、そこに車が乗っかっている、どういう状況なのか想像のつかないような、こういうような状況があちこちでありました。で、さらに驚きましたのは、鉄筋コンクリート建ての建造物の転倒であります。従来大津波が来ると RC 構造物と鉄筋構造物の3階以上に逃げれば大丈夫だろうというのが一般的に言われておりました。と言いますのは、10メートル程度までも来ないだろうということだったんですけども、これは3階建ての鉄筋コンクリート建てが海岸に向かって倒れているという状況であります。で、基礎がない形式でありまして、直接地面の上に立っているということであります。さらにこちらに大きな窓もありますので、この横方向は壁がずっとあったんだろうということで、開放部が少なくて、そこに水圧を全面的に受けて、で、杭がないので、そういう網条件で倒れたのかなということを想像しました。しかし、もう少し内陸部に行きますと、今度は4階建て、1、2、3、4階建ての鉄筋コンクリート構造物が倒れておりまして、その基礎部を見ますと杭の跡があります。跡がありますので、杭基礎であったものも先端破壊をして倒れたのではないかと、こういうような状況もありました。で、これは全て宮城県の女川町でありますけれども、これなどは杭がこう、ここに杭が残っております。で、さらに他の杭は先端で壊れたんだと思うんですけども、10本ぐらいあった形跡がありまして、こういう杭で支えられていたものすら転倒していると、こういうことで非常に大きな津波の威力というものを感じました。で、そこでは宮城県女川町では6棟ぐらいが転倒しておりまして、倉庫状のものもありましたけども、先ほどの一般的なビルもありました。で、今度はそこだけではありません。で、陸前高田市でもこういうふうに
これはそんなに高くない1階、2階建てですけども、横転をして、これは杭を打ってない形式だと思います。で、こういうことで、あちこちでびっくりしていたんですけども、さらに驚いたのは、この建物でして、なんか形状がおかしいなと思ってたら、ラテン値が逆になっております。ということは、倒れてもう90度倒れる、ここが屋根で、ここが床と、こういうようなものがありまして、これはどういう状況でなったのか、ちょっと皆目見当がつかないんですけども、そういうような被害、建物の被害から、今回の津波の威力の大きさというものを強く感じました。で、橋梁のドニアについては、これから多くの先生方がご報告されるので、導入といいますか、一例だけを紹介しますが、橋桁が滑って流されて上流の方に断崖があると、こういうような状況でありますとか、コンクリート桁も橋も滑って流されて、橋桁が近くに落ちているものもあれば、遠くの方にまで流出しているものもある。最初に川島先生のご報告にあったような状況があちこちでこれもありました。でこれは福島県の新地町というところの海岸線に近いんですけども、橋桁が流出するとともに、この橋の背後にある道路部分のどもりどもすっかりと流出をしていて、少し潜伏されたのか、全体的に沈降してしまったのか、こういうような状況がありました。これがインド洋津波で我々が調査したものとを彷彿とさせるようなものでありまして、これはスマトラ島の西海岸の状況でありますけれども、この橋桁が流出するとともに、この橋台の背後に道路があったんですけども、そこをすっかりと流出させていると、こういうものが数年前のインド洋津波で多かったのが、まさに日本でも再現されたのだなということで、強い衝撃を出たところであります。で、私の専門はライフライン地震工学ということで、上水道の被害のご紹介をしたいと思います。でこれは福島県新地町というところでありまして、これが水道管であります。で近年の耐震環境の変形能力が非常に高いということで、これはどういうことかというんですけども、普通は1メートルから 1.5 メートルの地下に埋設されているんですけども、津波で道路が潜伏されたと。で、そこで地下に入っていたものまでも持ち出されて流出したと、ずっと流出している。しかし、変形性能が大きいですから、こう地上に現れても一体性は保っていた例であります。しかし漂流物が最初に言いましたように漂流物がありますので、一部こう漂流物にぶつかって傷んでいるようなところも ありました。でこのままつながっていたらいいんですけども、やはり大きな津波の力ですから、こういうふうに異形部といいますか、ベントがついているところで引きちぎられているというような状況であります。でこの干渉はもう少し変形能力が高いということで、こういうようなところでも持つのかなと思ってたんですけども、やはりそれを超えるような大きなインパクトがあったのだなということでございます。でこういうようなところではすっかりと潜伏されておりまして、でケシマンホール浮き上がったのではなくて、周りの土が全て、津波で持っていかれたということで、下水マンホールが現れ、それにつながる塩化ビニル管が現れているというような状況であります。で道路はここに走っていたわけですが、道路すっかり潜伏されていて、でここからがこちらの方に海岸線がある、こういうような状況でございます。でさらに、これを和宮城県女川町の御前浜というところでありますけれども、湾を横切る道路なんですけども、そこも津波に現れまして、潜伏されていると。しかしこれは鉄管の耐震管なんですけども、大きく変形はしていますけれども、漏水はしなくて一体的につながっていたということで、こういうような耐震管、変形能力の大きい管路はある程度のこういう地盤変形に対しても辛うじて持つことができるのかなと
ということも一方では確かめられたような気がします。でこういう漂流物も乗っておりまして、津波の激しさが感じられるんですけれども、こういうものをつぶさに調査をして、一般的に地震動に対する性能ということで、あの耐震管路なんですけども、こういう地盤変形にもどの程度耐えるのかというようなあたりも今後検討したいというふうに思います。さらに、あの漁港におきましても、潜伏どういうことなのか、あちこちで、連続ではないんですが、不連続的にこういうふうに掘られているところがあります。まあ、交差点あたりで、あの流れが一様でないというようなところで渦が生じて、潜伏されているのかなということを想像するんですけれども、そういうところで、まあ、1メートルぐらいでしょうかね、あるところが潜伏されて、この水道管があらわになっております。しかしここも一体構造は壊れておりませんで、漏水が生じないような状況でありました。さらにここもかなり変形しておりますが、地盤の中に入っている管路があらわになっております。しかしここでも、まあ、かろうじて一体構造は保たれておりまして、漏水するような状況ではありませんでした。次に、あの橋梁天下管といいまして、橋梁、川を渡るときには管路自体で橋を作る場合と、橋にこういうふうに橋梁に転換される場合があります。ここは仙台空港の真後ろというか、仙台空港と海岸の間ですので、非常に速いスピードの津波が押し寄せたであろうというところでありますが、そこでは橋梁も津波に流されず、それに、転換されていた管路も大丈夫です。これも耐震管と呼ばれるような変形能力の高い管路でありました。さらに水管橋でありますけれども、これが水道管を、大きな川を渡すために作られた橋で、ここに管路が乗っていたんだと思うんですけれども、これは見事にといいますか、破壊をされておりました。でこの横に道路橋があったんですけど、道路橋の橋桁も流出しておりますので、まあ橋梁が道路橋よりも強く作る必要があるのかどうかという議論があると思いますけども、まあ、仕方がないといえば仕方がないような大きな破壊なのかなと。もう海岸線と平行に走っておりますので、かなり大きな津波に飲み込まれたのかなというふうに思っております。そういうことで、後半、浄水道管の被害、浄水道システムの被害を中心にご紹介しましたが、水没流出による水道施設の被害と、潜伏による埋設管の被害というのが、あの海岸あたりでは顕著に見ることができました。で海岸沿いでは、その地震動自体はそれほど大きくないということで、地震動と津波による影響を同時に受けて、同じ場所で同時に受けている事例は少ないと思われますけれども、内陸部では大きな地震動で管路が壊れているという事例があります。で海岸、一方海岸部では津波による被害を受けておりますので、水道システムとしては関門上で広範囲に埋設されておりますから、そういう意味では水道システムとしては複合災害として扱っていく必要があるのだろうと思います。で津波の場合は、あの先ほど吉田先生の報告にありましたように、被災後の生活復旧のために、泥を洗い流すとか、そうしないと衛生環境が落ちるとか、ということで、その水はなくてならないものだということで、あの津波地震に対する強化というのが必要だと思いました。で最後に、数年前に、5年前にインド洋津波の調査に行った時の報告でまとめたものであります。一番目が津波ハザードマップで満足してはいけない、安心療法になってはいけないというのと、レベル2津波の提案ということで、低頻度巨大津波を考える必要があるということを当時思いました。でそれが現在日本でも再現されてしまったということで、こういう点を今後検討していきたいというふうに思っております。さらに、まあ、橋梁に与えた津波破裂の算定というのは、これから多くの先生方が報告をされると思います。でさらに、笑いフライン津波工学というものを考えていきたいと
というふうに考えております。以上でございます。